今回利用したのは2023年11月30日から12月12日まで13日間のうち4日間有効のフリーパス。1日目渋谷駅からスタートします。一人で利用する際はおおむね午前6時台に東京駅を出発するはやぶさ号に乗車していましたけれど、この日は午前8時20分発のはやぶさ7号新函館北斗行き。このはやぶさに乗るとなんと2時間58分午前11時18分に新青森に到着するんです。かつて上野青森間は特急列車で8時間半ほど、急行列車を利用すると10時間を超えていた時代がとても懐かしいですね。東京新青森間は17,470円、なんとこの段階で15,270円の切符からですんで元は取ったことになります。さらに新青森駅でレンタカーを借りたんですけれど、大人の休日クラブ割引というものがありまして、通常より1割引き、さらに面積保証料みたいなものも、そこに加わってきます。12時間で5,150円という。この日はかなりの雪が降っていましたので、雪道に不慣れな自分としても安心の設定でした。そしてやってきましたのが岩木山神社。これ正面に岩木山という山がきれいに見えるはずなんですけれど、この日はあいにくのお天気。しかし立派な門構え、そして独特の色合い、日光東照宮を思わせるような建物だったんですけれど、行ってよかったです。本来ですとこんな感じに岩木山が見えてるはずなんですけれど、でこの後車で五所川原へ移動して、あのストーブ列車津軽鉄道に乗車してきました。津軽鉄道は残念ながら大人の休日クラブパスの範囲ではないんですけれど、運賃870円、終点の津軽中里まで、そしてストーブ列車料金500円、合計1,370円を加算して、往復乗車したんですけれど、これはこれで非常に価値のある乗車体験になりました。妻もですね、初めてのストーブ列車体験ということでとても喜んでくれました。ちなみにこの乗っている車両は昭和23年製造の車両ということですね。ストーブ列車は毎年12月1日から翌年の3月31日までの4ヶ月間、いわゆる冬の期間、津軽平野をゆっくりと往復しています。ぜひ乗ってみてはいかがでしょうか。終点の津軽中里駅、ここにふるさとがあるという強烈なキャッチコピーでとても有名だったんですけれど、私はほぼ20年ぶりぐらいにお邪魔したんですけれど、20年前とあまり変わってなかったですね、駅前風景などは。機関車の付け替え作業などを見て、そして帰りの列車、日没間際ということで、このノスタルジックな空気たまりませんでした。新青森でレンタカーを返しまして、駅構内にあるレストランに入りました。ここで馬刺しの握り、これ絶品でした。2700円ぐらいでしたけれど、で新青森から弘前に普通列車で利用してプラス590円、ここまで乗車運賃というのが18,060円。弘前駅前のホテルに宿泊しまして、ラーメンもとても美味しかったです。さあ2日目です。2日目は弘前駅8時48分、日本一のローカル線の呼び声高いあの五能線に乗車します。リゾート白神2号秋田行きです。ご覧のように五能線、青森から秋田をほぼ半周するような形で日本海を走る路線なんですけれど、なんといってもこの津軽三味線の演奏、五所川原駅から乗ってきました。およそ20分ほどの演奏会です。もうまさに大人の休日と、そういうテンションになりました。
ありがとうございました。そして1時間半ほどの乗車で千畳敷に到着します。ここで15分の停車ということで、あの千畳敷海岸を歩くことができました。お天気が良かったらね、こんな感じなんですけれど、この日はあいにくのお天気でも、一時雪も降りまして、車窓風景は最高でしたよ。この停車時間を利用して半分ぐらいのお客さんが海岸を散策したんですけれど、初めてこの海岸を降り立ったんですね。意外に砂が締まっていて、うまく撮影するとあのウユニ塩湖のような撮影ができるんじゃないかと思ったんですけれど、うまくできませんでしたね。でも駅の近くとは思えないこのギャップ、これがたまりませんね。そして深浦駅手前の海岸線は五能線のハイライトになります。こんな感じですね、この不思議な岩、これがもう五能線の一番の絶景ポイントになります。で、深浦で青森行きのリゾート白神1号とすれ違いまして、ここで乗務員の方、運転手さんも車掌さんもチェンジするんですね。4両編成のうち2号車はボックス席になっていて、その一部にですね、無人販売スペースがありました。ここで名物のアップルパイですとか、リンゴのサイダーみたいなものを購入しました。妻が一緒でなかったら間違いなく私はアルコールを飲んで、もうこの時間ベロベロになっていたはずです。決済はキャッシュレスで可能です。車内案内の車掌さん、女性の方なんですけど、本当に丁寧で分かりやすくて、4時間半ほどの五能線の旅だったんですけれど、妻も退屈することなく非常にご機嫌に過ごしてくれましたね。天気が思いっきり良かったらもっといいんでしょうけれど、冬の五能線というのは一つの醍醐味でもありますから、ただダイヤの乱れが若干心配されます。幸いこの日は定刻通りにリゾート白神2号は運行していました。途中東の城駅で進行方向が変わります。東の城を出ると奥羽本線を回送して一気に秋田駅に到着、13時26分。秋田駅向かって右手にはですね、小鹿線のなまはげ列車、これもいつか乗ってみたいですね。新しい車両が見えてきました。五能線リゾート白神号を乗車しますと4910円、これで 22,970円の乗車ということになりました。秋田駅近くのマダムコローというとても有名なスイーツ屋さんがありまして、ここでモンブランのケーキなどを購入し次に備えます。乗ったのは15時6分発の小町34号東京行きです。さすがにもうこの時間になったので、お酒を解禁するというふうになりまして、お酒、おつまみ、スイーツなどを楽しみました。秋田新幹線は次の大曲までは進行方向が逆になり、ここで折り返して東京に向かっていきます。雪景色の中を力強く走る秋田新幹線というのも非常に風情がありますね。小京都と言われる角館もゆっくり歩きたい街だなと思いました。角館から進行方向左手にレールが伸びているんですけれど、これは旧角館線、現在秋田内陸縦貫鉄道というふうになってるんですけれど、まさか角館線がですね、こんな内陸縦貫鉄道になるなんて子供の頃は夢にも思いませんでした。で、田沢湖の手前に指巻という秘境駅ランキングに入っている駅があるんですけれど、ここもいつかは降り立たなければいけないんですけれど、指巻通過するのは一応確認しておきましょう。指巻駅こちらですね。隣に国道が並走していてあまり魅力を感じなかったんですけれど、いつか行かなければいけませんね。そしてこちら田沢湖駅ですね。メロディーがいいですね。2時間20分ほどの乗車で仙台、ここで下車します。で、仙台に泊まろうかなと思ったんですね。ここまでの運賃は1460円、これで 33,430円の乗車になりました。仙台に行きますとね、サンドイッチマンがすごく人気なんですね。今伊達というと政宗ではなくて伊達みきおですね。ご本人はこれを知ってるんでしょうかね。で、駅の中の牛タン通り、ここで食事をしました。タンシチューと牛タン定食、これが2500円ぐらいだったですかね。で、ここで終わりじゃありません。今度は山彦156号に乗りまして、仙台からおよそ25分の乗車で福島に向かいます。福島で降りると福島民友というですね、ローカル新聞の広告が大きくあったんですけど、これ福島の郡山出身の柳井夢奈さんという女優さんの写真なんですね。なんか新聞らしいこの尖った目線。
すごいインパクトがありましたね。若い人最近新聞読まないと聞きますけれど、ぜひ新聞おすすめです。で、福島ゆっくりしまして3日目です。この日もですね、女性に優しいタイムテーブルです。10時23分発のやまびこ53号に乗りまして、また北上するんですね。向かったのは岩手県の一関駅です。こういう形で東北新幹線を福島まで南下した後、また岩手に北上するという、これはもう大人の休日クラブのフリーパスならではのゲートになります。一関1時間の乗車で11時23分で、この後接続がよく7分の待ち合わせで11時30分発盛岡駅普通列車東北本線です。ここで2駅先の平泉駅に向かいます。平泉と言いますと世界遺産中尊寺の金色堂で知られています。かつては優等列車がこの東北本線走っていましたけれど、寂しいですね。でも伏線の堂々とした東北本線を最高速度110キロで回送しました。7分の乗車で平泉に到着します。福島平泉間は6250円、この時点で 43,410円の乗車、4万円を超えてきました。この後は駅前からタクシーに乗りまして、810円でしたけれど、この奥州の地に極楽浄土をということで建立したのがこの中尊寺周辺の寺院群だということなんですね。歴史解説もとても分かりやすく素晴らしい時間になりました。中尊寺おすすめです。で、中尊寺近くのですね、食堂で餅とそばを食べ、この後また普通列車で一関に戻ります。16時23分発の一関行き普通列車、無理のない工程だと思いませんか。一関駅、若干疲れた体にはこのマッサージチェア12分300円、少しお高いんですけれど、あまり時間がありません。いつかのやってみたいなと思いました。新幹線型鉄にはたまらないですね、これはね。また今度と。で、16時49分発のはやぶさ110号に乗りまして東京に向かいます。このはやぶさ盛岡始発なんですけれど、小町車両も並結しているんですね。あえて小町の車両の座席指定を取りました。座席指定は東京まで取っていたんですが、渋谷に帰るには大宮からの方が近いということもありまして、大宮で下車しました。平泉渋谷間は大宮乗り換えで 13,170円、さあここで合計 56,580円です。15,270円の切符から56,580円の乗車、なんと 41,310円もお得、そしてかける2です。夫婦2人分合わせて 82,620円もお得です。どうですか、これ3日間の行程です。でプラス1日ありますから、お時間に余裕のある方は4日間乗り回しますと、これものすごいコスパになるんですね。ぜひ50過ぎたら大人の休日クラブパス、これで東日本を回ってみてはいかがでしょうか。次回は2024年の1月18日から30日までの13日間です。このお値段は数年前から据え置きになっていまして、近いうちにひょっとしたら値上げするんじゃないかなと思いますけれど、今のうちにぜひ乗ってみてはいかがでしょうか。最後までご覧いただきましてありがとうございました。